て負けたことですし、戻りますかね。すり直すじゃない。本当に良かったの。まだ全然持て余してたのに。まあ、納得しちゃったらね。それに私は行かないといけない場所がありますから。満身創痍になってる場合じゃないんですよ。ごめんなさい、メリアちゃんのことを考えずにわがままばかり。確かに身内で行き過ぎた。自分勝手なのも本当、怒りでいろいろ言っちゃって。そうですね、反省してください。でももうお互い様、ここから出たらもう気にするのはやめましょう。うん、ごめんなさい。それでは、月下ちゃんのところに行ってきます。メリアちゃんとの、私のお姉ちゃんをよろしくお願いします。はい、今度は私自身で見定めます。疲れた。全然勝てる気しなかったわ。信頼して託してくれたんだもんね。しっかり答えないと。きっと託されたわね、せっか。ああ、だが俺も背負ってきているからな。その時は遠慮なく戦おう。まずはこの試合ね、油断しないでね、トウヤ。そうだな、レイカがいるんだ。かっこ悪い試合はしたくないな。疲れた、本当に疲れた。あれで死人出たら私の責任半端なかったよ。まあでも、一応気を利かせて、カメラの方向変えたり、マイクの疲労音量を下げておいたんだから感謝してよね。まあ、私だけには丸い声だったけど。満足したか、メリア。はい、本当そんな役回りですよ。いいじゃないか、そんなお前を理解してくれる奴がいるのだから。そうですね、私は今の居場所、すごく居心地いいですよ。そうか、恵まれたな、仲間に。もう家族だと思っていますけどね、寝ると同様。それはいい、まだやることがあるのだろう。行ってこい、主様は私に任せておけ。ここ最近任せっきりですみません、よろしくお願いします。勝ったのはせっかか、せっかはすごいわよね、メリアちゃんに認められて。4姉妹全員本戦に出たけど、最後まで残ったのはせっか。やっぱりそこが私とせっかの違いなんでしょうね。なんか諦めもつくわ、所詮私はこの程度なんだって。夢から覚めないといけないんだって思ってしまうわ。失礼していいですか、メリアちゃん。いいわ、私が出るから。体調はどうですか。まあ、体はミエルちゃんが見てくれたからね。メリアちゃんこそ、さっきまで試合してたのにピンピンしてるじゃない。見た感じ、オーラもそこまで減ってないし。専属心の件でお話しさせてほしくて、ここまで来ました。そうだよね、わかってる。私からした約束だもんね。場所を移しましょう、ここではあれなので。そうね、増えていくわ。ここでいいですね、本当便利な空き部屋ですよ、ここは。それでお話って何？もうわかりきっている結論は今はあまり聞きたくなかったりするんだけど。月下ちゃんのポテンシャルを見せてください。ああ、そういえば見せてなかったわね。どうぞ。創生支配、共鳴支配、幸運支配、恩恵株支配、この4つですか。特性は、エージェントアンツイ、トップなどのエデンの創生者。エージェントアンツイ、は目に見える情報は全ていると同時に加え、ツイ、という種類による特殊効果が付与される。これは、ヘブンズハートのヒントおなじみですから後で聞きますか。ミタドルエデンの創生者、これはやはりご主人のミタドルエデンに深く関わっている証拠ですね。その効果は、ミタドルエデン内の住民を月下ちゃんの世界、浸水霊の世界に連れていくことが可能。そして、浸水霊世界にいる住民の力や能力を月下ちゃんが可能な範囲で使用可能。すごい、寝るの言った通りだわ。もしこれで上限がなければミタドルエデンの力をご主人以外でも使えるようになる。それはかなり強い。それにもし、主の頭脳に限定すればご主人の思考と月下ちゃんの思考がリンクしてご主人を導くことも可能。ミタドルエデンとの関わりが深い二人だから確かに月下ちゃんが責任。これは世界中どこを探してもいない。見てわかった。専属品の器だ。間違いない。満足した。はい。それじゃあ約束通り、私は専属品を諦めるわ。自分で言ったことだしね。本当にこのままでいいの？後悔しないの？ここを逃すともう後戻りできないよ。月下ちゃんの意思を尊重するって決めたんだ。ならもう私や月下ちゃんのプライドなんか知らない。私がやりたいこと、後悔しない選択をするんだ。月下ちゃん。どうしたの？メリアちゃん。月下ちゃんにとってすごい覚悟があったのは重々承知です。私もそんな月下ちゃんの覚悟を感じて、今回の条件を受け入れました。だけどごめんなさい、私の本音は違います。私は月下ちゃんが欲しい。それに1年前からずっと月下ちゃん自身が成長する様を見て楽しみにしていたんです。そしてこの大会で成長を見せ、そこから私が指導に入ろう、そう考えていました。
だけど、月下ちゃんの覚悟の前では意思を尊重しないといけないと思って。そう？なんだ？ここからは私のわがままです。だから月下ちゃんは断ってくれても構いません。私と一度戦ってください。今度は私自身が月下ちゃんを見定めるために。月下ちゃんの成長を私自身で感じたい。私にチャンスをください。私はどう答えればいいんだろう。正直すごく嬉しい。もう一度チャンスが巡ってきたんだから。だけどこれは私が巻いたため、これは全て私の責任であり、自分で言ったことが達成できなかった、それだけの話なのに。なのにメリアちゃんが土下座をしてまで頭を下げる必要なんて、むしろ私の方が。私こそごめんなさい。メリアちゃんの意思を理解できなくて、それに私が原因なのにメリアちゃんにだけ頭を下げさせるなんて。いえ、私が意地悪すぎたんです。もっと月下ちゃんには素直に行くべきでした。勘違いさせた私が悪いです。いや、私が悪い。そもそもメリアちゃんの言う通り、ハクちゃんや他の専属神の子は関係なかった。メリアちゃんに成果を見せるべきだったのよ。いえ、それを承諾したのは私です。だから私が悪いんです。そんなことない。メリアちゃんは私の意思を尊重してくれただけじゃない。悪いのは私よ。違う、私があの時、挑発なんかしなかったら月下ちゃんは対抗心を燃やすことはなかったんです。私が悪いんです。私が悪いの。いえ、私が悪いんです。はは。お互い頑固者ですね。そうね、本当はすぐにでも受け入れたいのに、なんでこんなこと言ってるんだろ、私。それは私も同じです。本当はすぐにでも受け入れたいのに、なんで戦ってほしいなんて言ってるんでしょうね、私。わかった、私はもうメリアちゃんに甘えるしかないわ。そのお誘い、心よく受けたまわります。ありがとう、月下ちゃん。よかった、断られたらどうしようって考えてました。私からすれば願ってもないことだからね、メリアちゃんが許してくれるなら私はぜひ受けたいわ。うん、それじゃあ日程なんですけど、今はご主人たちがまだ大会で勝ち残っています。オーブも大事なのでこのままアシストを続けたいんです。なので、私との戦いは大会後でどうでしょうか。そうね、みんなが落ち着いてからの方がいいわね。それに私もその間にできることはしたいわ。今回のハクちゃんとの試合は反省点がいっぱいあった。だからそれらを克服してから再度メリアちゃんに見てもらうわ。そうですね、どうせ同じ宿です。時間があるときは私も協力しますよ。むしろ手伝わせてください。そうね、ならもっと早く改善できそう。お願いするわ。ねえ、聞いていい？どうしてメリアちゃんは正直に話そうって思ったの？せっかちゃんが後押ししてくれたんです。頑固で堅物な私の考えをせっかちゃんが無理やり意見をぶつけてきたから考え直すことができたんです。せっかが。本当あの子は、普段はツンツンして悪態ばかりついたりして、勉強できないおバカさんなのに。私、いや、私たちのことになると全力で立ち向かってくれる。本当に私にとって世界一最高な妹だと思うわ。本当です。仲間や家族のためならそんな役回りでも厭わない。なかなかそんなことができる人はいませんよ。そうね、私はそういうところは見習わないとって思うわ。でもせっかって本当あれよね。そうですね、せっかちゃんはあれですね。ツンデレ、だよね。あはは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 。おい主様、いつまで寝ているのだ。せっかく面白い試合だったのに終わってしまったぞ。はぁ、まったく、もうここからでないとまずいというのに、どうしたものか。とりあえず、運ぶか、ミエルがいたら運ばせていたのだがな。主様。おい、主様、主様、主様。起きろ、主様。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。